あ、怖い怖い。いつもここ緊張する。さあアマゾン選手飛び立つ。あ、お、リトルナイトミアツ。まあ仕方ないし入っていきましょうか。レッツゴー。さて、お、なんだ、また家の中来たけど、建物の中来たな。お、なんだあれ、わーお、わーお。なんだなんか今いた気がする。おー、もうこういうのはね、なんかゆっくり進むよりも走っていった方がいい。行くぞ。テレビがいっぱいあったけど、なんだろうな、電波塔に支配された世界うんぬんかんぬんみたいに言ってたから、テレビがやっぱ関係あるのか。ふーん、ふーんっていう感想しか出なかった。奥はなんか何もないのかな。おおお、あ、人じゃなかった、びっくりした。もうなんか全てが人に見えてしまう。そういう偏見良くないな。わあ、なんだろうここ、なんかカウンターバーみたいな感じが。どっか行けないかな、上に登って何かしたいんですけど、なんか食べられるものがないかな。僕たちちょっと働きすぎて、アマゾンと佐川急便やっぱ忙しいから、働きすぎて何か食べたいけど向こうに行けそうにないので右に行きましょう。さて、お、分かれ道があるな。これは重要だぞ。どっちかが死でどっちかが地獄につながっているんだな。地は開くかな。あ、開かないな、その口ぶりは。もう見なくても分かる。さあ、こっちか。じゃあ、やだ、染みついてるじゃん。お、あ、開いてんのか、人の形に。で、上、あ、またテレビが。不法投棄の楽園じゃん。行くぞ。よいしょ。ふぅ。さてと、お、わあ、またなんか随分奥行き、吹き抜けだな。随分大胆な吹き抜けですね。ボロいけど。では、ところどころ穴開いてるから吹き抜けなくてもいい気がする。お、なんだ、あーいて。どこいる、お、あれあれ、どこ行った。へえ、左から聞こえる。なんすか、あれ、もしかして置いてきちゃった。このね、真ん中の首吊れそうな紐が気になる。不穏、例えがいちいち不穏だな。これを押して、あ、違う、これを掴むのか。いやー、大丈夫かな、落ちるなよ。おん、これやったはいいけど、お、そういうことか。これどんどん足でドーンってやって、おーおーおー、そんなボロいボロいからって、そんな雑な扱いしていいのか。落ちた。うわー、富士急ハイランドに欲しい、こういうアトラクション。あれ、どっから聞こえてたんだ、佐川急便の声は。ヘイヘイ、ちょっと平成ジャンプ、う、オッケー、ふん、オッケー。左から聞こえてたけど、ん、ヘイヘイ、どうも。そんな何回も挨拶したいなんて、電話すればすぐ挨拶してやる。おお、うわ、ちょっと上行かないで、高みの見物されてる。え、ちょっと腹立つと。僕もすぐ上行くから待ってな。あ、来た来た来た。あ、ここでまた呼ぶんだろうな。おい、行くぞ。あー、怖い怖い、いつもここ緊張する。さあアマゾン選手飛び立つ。あー、ごめんね、全然反省した素振りじゃないな。ちょっとそんなことダメだぞ、ゲームキャラをそんないくら着替えるからって死滅させるのは良くない。ふっ、あれ、何ですか。トラウマだなるって。アマゾンじゃない、佐川急便、何回も目の前で人が死んでるっていう。でっていうでっていう、ふっ、あ、ごめん、これは無理です。あれ、あの空に翼を広げ飛んでいきたいの。あ、やっといけた、オッケー。7回くらい死んじゃいました。まあ、7回だったらいいな、ラッキーセブン。いや、よくないわ、先行こう。そんなね、変なこと言ってるから、その雑さがプレイに現れてるんですよ、僕。
お、うわ、え、こっちはさっき佐川急便が行ったところか。おお、おるおるおる、なんだこの子。あー、またひげ剃られた。うわー、綱渡りだ。そんな僕借金なんかしてないのに、なんで開示しなきゃいけないんだ。うー、飛べ。オッケー、ナイス。大丈夫か。オッケー、アマゾン、アマゾンじゃない、佐川急便。へえ、今のところ佐川急便じゃない、アマゾンめっちゃ死んでるんだよな。おお、すげえ足長。え、羨ましい、腹立つ。いいな。あお、ごめんごめん。こっち、これは多分あれ押すのかな。あ、ダメだ、めっちゃ絶望してる。あ、お、お、なんだ。おお、どうしたどうした。あー、眩しい眩しい。ちょっと、そうそうそう、お母さん、お母さん、テレビ消しといてって言ったじゃん。いつも夜3時くらいにカンドラ見てるんだから、もううるさくて眠れないって言ったらあれしない。うわー、ちょっとうるさいうるさい、眠り、ちょっと、分かった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 。なんすかこれ。え、誘い込まれてる、テレビの中に。あー、行くしかないか。行くぞ、悪夢の世界に。てかもう悪夢の世界だ。行くぞアマゾン、男だろ、飛び込め、逆さだこ。お、なんだ。あ、来た、ウィーンってなった時に、お、なんか最初に見た廊下、僕が冷蔵庫って言ったやつだ。あれ、一人、なんだ、なんかめっちゃコツ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 言ってる。遅い、これは体育1の走り方になっちゃった。おう、グレードダウンしちゃったよ。どうするアマゾン、体育1だよ、バカにされちゃうよクラスの人から。クラスのちょっと、あー、いやもうやめとこう、これ以上言ったら。いやー、これ最初に見たやつじゃない。うおー、あれ、おー、また貞子みたいに出てきた。はあ、よかった、寂しかったよ一人で。アマゾン佐川急便、しかし何なんだ、テレビでテレポートしてきたって感じだな。ん、違う、そうか、さっきのとこに戻ってきたのか。弾き出されたな。まだ資格がなかったのかな。まだあそこの扉に行けなかったのか。まあ、行きましょうか。進もう、先に。もうわかんないね。あの、未知なことはね、知ってしまえば怖くないから。でもまだこの世界わかんないこと多すぎるから、どんどん進んでいくしかないな。行くぞ。ふっ、ワン、ツー、ワン、ツー。いいね、さすがだ。二人とも体力あるな。これどこまで引けるんだろう。絶対もう通れるんだろうけど、ちょっと行けるとこまで行ってみたいっていうのはあるから。ああ、ここまでか、僕たちの力も。悲しい。じゃあもう先に行っちゃいましょうか。うん、でも結構引けたな、いいことだ。お、あ、おお、エレメンタリースクール。あ、シーソーあるじゃん、遊ぼう遊ぼう。シーソー好きなんだよね。ちょ、遊ぼうよ。おーい。あ、来た来た来た。あ、全然、全然、あれ？全然なんか、シーソー、全然面白くないね、このシーソー。え、アマゾンそんな体軽いのかな？おー、しゃあねえ。あ、ブランコある、やろう？ブランコ。乗れない。あ、出た。動物園。動物園によくあるやつだ。あれ？なんか全然遊べないじゃん。なんだこの工程は。え、ちょっとさ、あれやろうよ、サッカー。あれ？あれ離れない。あ、行く、よし、行こう。行こうぜ。ちょっと手つなごう。あ、来た来た来た。おーおーおおおあれ？そんなにシーソーやりたいの？いや、僕もやりたいけど、お、乗っちゃうぞ、こっちで。え、だって全然面白くないじゃん、このシーソー。全然下がらないよ。え、ちょっとサッカーしようよ。ちょっと他ので遊ばない？あ、来た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 。何？そんなにこのシーソー気に入った？
ちょっと変な動きするぞ。変な動きするぞ。こんな、そんなことするなら。あ、どうしよう。佐川急便がシーソーから戻ってくれなかった。おーおーおーおお、どうしたどうしたどうした、急に本気出してきたな、このシーソー。ない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 。ちょっと、佐川急便がシーソーから離れてくれない上に、シーソーがめっちゃ変な動きする。いや、やめて。おー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 なんだなんだ、なんだこの状況は。なんだこのシーソーは。二人こっち来ても崩れないとどういうことだよ、これ。どんだけこのシーソー頑丈に作って、あーやっと来てくれた。もういいよ、サッカーは。行こう。さあさあ、先生に怒られちゃう。昼休み終わっちゃうよ。行こうか。あら、開かない。普通正門から入れると思ったけど。お、カーテンだ。じゃあこれを伝っていけと。おー、器用ですね。なるほど、この学校登り棒ないと思ったら、こうやって登り棒の代わりをしてるのか。はあ、革新的な学校だて、まったく。さすがリトルナイトメア。よし、入った。お、なんかおばさんの絵がある。わ、なんで燃えてんだろう。考えてみよう。あ、何も思いつかなかった。行こう。あれだな、タバコ吸ってるフラチな輩がおったんだな、先生のくせに。だ、なんか目のところ黒いですね。大丈夫ですか？マスカラ塗りすぎてますよ、ちょっと。塗りすぎ厳禁。あ、暗くなった。お、光ってるぞ。え、ちょっとせっかくだし、ここ行っとく。ちょ、とりあえず、一回つけとこうか。まだわかんないし。さて、奥に進んでいって。あ、なんか、自画像っぽいのめっちゃあるな。なんなんだろう。すごい自己顕示欲高いな、こいつ、この子たち。この自画像たち。待って。今なんか、なんか、なんかこの、この絵ちょっと気持ち悪いかもしれない。うん。はぁ？はぁ？めっちゃ怒ってる。やめて。怒るのやめよう。で、みんなスマイルで行こう。あ、またボールあるぞ。みんなサッカー好きね。そのサッカー面白いかな。お、怒られるな、こんなこと言ったら。あ、また割っちゃう。あ、やばい、怒られる、怒られる。どうしよう。あの、佐川急便がいました。はい。僕じゃないです。これ奥の方に行けるかな？あ、行けない。ここの部屋は何のためにあるんだ？一旦二人で寝ろということかな。あ、待って、あそこさ、あそこぬいぐるみない？あ、取れない。あ、なんか持っちゃった。おー、かわいいな、なんか二人とこう持ってんの。え、じゃあ、これ持ったところでな気がするな。じゃあさっきのおばちゃんのとこ行こう。おばちゃんの聖なる目のとこ。これで点火して、で、ここに置く。どうよ。はい、佐川急便を真似して。おい、僕がせっかく綺麗に置いたものを。あなた、やんちゃですね。好きよ、そういうとこ。お、あ、すごい。見て、佐川急便今。僕めっちゃ綺麗にさ、この光の中にストライディングしたじゃん。すごいでしょ。行くぞ。行くぞ、サガーキューブ見てるよ。好成績叩き出すから。ほら、え、どうすればいいの。いや、そのボーリングしてる場合じゃなくて。眼科行け。あ、お、あれ、眼科行けって言ったら、道が開いた。え、何それ。なんかよくわかんないけど。え、行っちゃおう。やった。いけない。受け、行けた。おい、めっちゃ時間かかった。もう途中、ボーリングとか、紙飛行機大会とか、スライディング大会しちゃったよ。で、なんか拷問されそうな椅子。ん？なんだろう。あ、なんか今、ブーって。お、ここ、なんかあるじゃん。おいで。佐川急便。ここで、二人十分の体重、心を一つにすれば、なんかが起こるわけでもないか。あ、わかりました。これを押すんですね、多分。あ、そこいられたら、押せないっすね。こっちか。あ、おー、登っちゃう。向上心あるのはいいけど。
あ、行けなくなっちゃった。お、な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 んすか？おおお、え、え？おお、急にどうした？これ、いや、真似しろってか？せーの、おい、おい、ワン、ツー、ちょっと、はくしゃみ出る、ちょっと。はくしゃみ出そう。ちょっと待って。なんでくしゃみしただけでお笑いしてんだろう、僕。精神年齢低しですね。もう一度エレメンタリースクールに入った方がいいかもしれない。ああ、びっくりする。立って、行くか。ひー、狭いな。こういうとこネズミくらいしか通らないだろうな。マットラットも通りたくないだろうな、こんなとこ。さあ、右へどんどん進んでいこう。あ、な、なにここ配管？お、なんか、いる？あ、いた、よかった。なんかいなくなりそう。って怖い。そんな、儚い存在だからさ、僕たちは。あ？あれ？来てる？ああ、よかった。もう散歩中の犬みたいにいちいち確認するからね、いるかどうか。お？なんだろう、これ。あ、排気口か。よいしょ、開くか。よし、オッケー。いて、いちいちそんな頭ついてたらやられるぞ、頭。ちゃんと自分の、命と頭は大事にしようね。さて言うと。うわぁ、また狭いなぁ。大丈夫か？いるか？誰かいますか？浮いて。お、ほい、ほい。なんでしょう？やめて、そんな黒板ガリガリするの。迷惑ですよね。あなた。うわぁ、なんだ？なんだなんだ？はぁ？はい？何ですかあれは。学校にそんなものを持ち込んじゃダメですよ、たかしくん。ダメでしょう。そんな変な生物。もう先生怒りますよ。さて、うぅ、バッバッバッバいって、はぁ、あったまお下げれば大丈夫なのか、これは。おぉ、おぉ、なんか、あれ、おぉ、なんかいたぞ。てんてけてん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 、危な。インポスターがおるぞ、この中に。いじめのレベル超えてますよ、これ。ちょっと、なんすか、なんすか、あんたら。あぁ、一人寂しいって、やだ、ぼっち。あー、嫌なやつ。なぁ、記事汚いなぁ。あーい、怖い。あ、おる、おる、おった、おった、おった。